はい、今年に入ってですね、いろんな事情で売上ですとかね、収入が下がった方ばかりだと思いますけども、今回はそこにですね、給付金を出そうかというね、持続化給付金の話をしようと思います。緊急時の政府の対応策としての一つ目玉方針なんですけども、こちらの方はですね、まずはフリーランスを含む個人事業主の方に上限で100万円を支給ということでございます。これはプレゼントなんで返す必要がございません。おそらく税金の対象にもならないと思いますね。で、法人の方、株式会社を、ね、されている方とか主になんですけども、こちらの方には上限200万で支給されるということになります。この100万200万のことなんですけども、ほとんどの方が当てはまるんではないかなと思います。肝心なのは月の売上ベースなんで、収入とかね、それから利益のことではありません。経常利益ではありません。本当に丸々の売上を換算すればいいんで、そこにはね、いろんなものが込み込みで入ってきますんで、非常にシンプルで分かりやすいと思います。で、対象月は1月から3月までのいずれかということになっていましたけども、今回ね、4月以降でも OK ということになりました。ですんで、今のところ売上がなんとかね、去年を下回ったにしても、そのダメージが少ない方も4月5月6月もっと言えばですね、12月まで分かんないじゃないですか。ですんで、意図的にね、売上を下げる月を作るなんてことはしないと思いますけども、そうではなくて、きちんと頑張って営業してるんだけども、どうにもこの社会状況の中でですね、去年は例えば月収で500万あったんだけども、今年に入ってね、その500万見込んでいたのが200万円ぐらいになっちゃったみたいな、300万を下がったとかいうことになると、これは支給の対象になります。肝心なのはですね、月商で2分の1以下になったところだけなんですよね。ところがね、もう一つなんですけども、特定の1月から12月のうちの一つ、どっか1個を、去年の売上と比べて2分の1以下になったところをピックアップしていいですよってことになるんですよ。ですんで、1月はね、去年の1月は売上が100万ありました。今年は80万でした。これはピックアップしない方がいいということになります。ところが多分ね、3月とか4月とか、これからおそらく5月とかもそうですけども、去年は300万の売り上げあったんだけども、今年はね、こんな状況なんで40万しか売り上げがないんだっていうことになると、この5月の特定の月を1個だけ抜け出して、これをもとにね、計算していけば支給が叶うということになります。はい。で、そのためにはですね、去年の売上台帳とかね、それから今年の売上台帳、この比較がいりますんで、これおそらく添付の資料として、必要に求められると思いますから、こちらの方ね、去年の帳簿あると思いますんで、そちらの方もう一回焼き直しておくことが必要かと思います。そして引き続き今年も売上ないんでね、ちょっとしょぼくれちゃうんですけども、ちゃんと売上もつけといて、去年との比較ができて、なおかつ去年と比べて売上が2分の1になるような月を、やっぱ1ヶ月でね、抜き出しておくっていうこと、この作業、事前作業をやっていきましょう。で、今回の申請なんですけども、5月から申請が始まるんですが、申請はね、オンラインでできますんで、役所に行ったりね、誰かと面談するって必要はありません。オンラインで申請をして、そして支給も5月から始まるそうです。最短でですね、最短で5月から申請ができて、そして入金までおそらく2週間前後になると思いますので、早い方は5月に申請、5月中に受け取りということになりますので、ね、結構早いですよね。で、今のところなんとか売り上げね、頑張って持たしているんだけども、どうにも厳しいよってことであれば、4月以降ね、5月とか6月とか7月とかでも全然 OK ですので、これ繰り返しになりますけども、意図的にね、営業を閉めちゃったとか言って意図的に売り上げを落とすような人はいないと思いますけども、そういうことをせずにね、きちんと頑張ってやってるんだけども、どうにも持たないよってことで、売り上げが下がった方は申請することをお勧めします。ということでね、だいぶ全容が終わってきたところで、申請の期間が今月始まるかどうかわかんないんですけども、5月からはね、始まると思いますんで、本当にね、なんとか乗り切っていきましょう。ただね、やっぱり100万200万では正直言ってほとんどの商売持たないと思います。だからこの辺ね、本当に無限にお金を出せとは言いませんけども、仕方がないことなのかなと思いますよね。あと期待されるのは、このね、この給付金なんですけども、第2弾第3弾と手厚く今年は打っていただくことをちょっとね、私も非常に願っております。はい。それですね、もう一つこういうのがあります。去年は個人事業主だったんだけど、途中で事業形態を変えて今年から法人になったよって方、こういう方も基本的には
まだ分からないですけども、個人事業主の時の売上台帳と法人になった時の売上台帳の比較でなんとかね、お願いできればと思いますよね。やっぱりこう個人事業主から法人になるってことでものすごくやる気のある経営者さんだと思いますので、そういう方の出鼻をくじかれる非常にね難しいタイミングだったと思うんですよ。だからそういう時にもう事業なんてやるもんじゃないっていうふうに思わせるんじゃなくて、やっぱり新しい時代のね事業を作っていく、その門出としてやっぱ応援する意味でね、この給付金を出してほしいなという思います。まあ私が思っただけではねどうなるか分かりませんけども、でまだね正式な文書とか出てませんので、もうちょっと詳しい情報を待たないといけないと思いますけども、だいぶ期待が高まるそういうふうなね制度かなと思います。さあここから余談ですけども、私がね以前からお話した例のやつっていうのがあるんですけども、例のやつは去年で事業が終わったんですが、こういった終わった事業を、法人ですとか個人事業主でされている方、フリーランスで取り組まれてた方っていうのは今年に入って売り上げがないわけですから、大きく下がっていく月っていうのが結構ね見られるんではないかなと思うんですよね。漏れなく利用していただきたいと思います。それでは本日は以上です。